おつコロミウィーク、コロミの日、今日。皆さん、今日は5月6日ということで、コロミの日でーす。ゴロゴロ。ゴロゴロゴロ。ゴロミの日。ゴロミの日いかがお過ごしですか？ゴロミのこと何回考えたか勝負する。何回？赤リンゴは4回ぐらいかな。ゴロミに電話しよう。飛び出して、おらんぞ。あ、おらん。おったー。ゴロ、ゴロミの日おめでとう。ゴロミの日おめでとう。ゴロミ、みんながゴロミのこと考えてるよ今日。ありがとうね、祝日になってくれて。ゴロミ、おやすみ。ゴロミ、ゴロミおめでとう。まんじゅう、本物。
バイバイ。おやすみ。眉毛。大好き。すごゴロゴロ何歳？おやすみゴロビット。ゴロビの日ありがとう。ラブ。う、もういい。動かんもん。もういい。動かんけ。もういいか。終わった。うん。鼻が悪化してしまうてる。鼻が悪化。うん。だるまハートありがとう、たくさん。お台場寒かった。あ、寒かったんだ。こんばんは。今日は何をして過ごしたですか？
よいしょ。私はね、すげえ寝た。生誕の日のサンライズ予約しました。お、嬉しい。めちゃめちゃ風邪ひいててやばい。寝てたずっと。夜寝れないかも、寝すぎて。寝ることでしか治りませんよ。そうなの？アルバハートありがとう。風邪に薬はない。そうよね。休養が最大の薬。確かに。おやすみ。風邪薬が一番効く。そうなの？そうなの？そうだ。鼻の下にワセリン塗った方がいい。馬油を塗ろう。このバー油？バー油？めっちゃ活躍してる。ハンドクリームにもなるし、髪にも顔にも手にもいけます。
き焼き唇にも。そしてちっちゃいから持ち運べるし、焼き焼き。飲むヨーグルト。何食べたらいいんだろう。さっきねコンビニのねお寿司食べた。パックの。そう。はいはい。そんなでも食欲がなくて、こんばんは。なんで今週も高松だね。早くも。という間です。本当に あ、やばいやばい。お台場行ってきたよ。いいなお台場。タコ祭り。タコメール届いたかしら。
よいしょ。うわ、ゴロミのちっちゃい時の写真が届いた。かわいい。こんばんは。今日ゴロミの日なの。ゴロミにちゃんと伝えたよ、さっき。ちょっと喜んでたね。おいたん I love you I love you ありがとう。すげえ喉乾く。風邪ひくと喉乾く？水分をさ使ってさ体を復活させようとしてんのかな。体って賢いよね。すごいよね体って。なんか怪我した時もさ、どんどん治っていく様子とかさ、見てたらさ、感動しない？体すげえって。キンキラキンは23時59分まで。え、どうだっけ？わかんない。気持ちは投げれるんじゃないかな。あ、もう終わってるんだ。でも投げれるってこと？まあまあ。昨日達成してよかった。ちょっと熱あったかもな。めっちゃね、熱そうってなって起きた。汗で。汗かいてた。めっちゃ。汗。汗汗。なぜかゴルダーの1位がリコチ。なんで？ほんまに。もう。変な子。12日まで投げれる。あ、そうなんだ。だーん。
音がなかった、変な色の服って言ってました、自分で。はあ、ファンレベル10狙う、狙いな、レインボースターもらえるし。タイトルは今ファンクラブ送った、なんか最近 TikTok を開設するメンバーが多いけど、私にとっての TikTok はファンクラブなんでよろしく。ツアー4回行くつもりが初日楽しかったので11回行くことにしました。え？フルで？すごっ。すごい。ファンクラブは私の TikTok です、よろしく。ありがとう。めっちゃ喉乾く、口呼吸か、ちょっと口呼吸やめてみよう、鼻で頑張って。うん、あ、足りない酸素が、はあ、足りないです。足りなかった。鼻づまりのツボがあるの？鼻づまりツボ、これか。鼻の付け根、ここと芸行、こことここ、う
こんなんさ嘘だよね。だるまありがとう。ツボってよくわからん。科学的根拠ないよね。ある？これで治ったら苦労しないよ。ああ、ツボ。ふぉー今日一番でかい声言えた。ツボ。ツボ、科学的根拠。うわ、完全にスピリチュアルだ。ツボを刺激することで経路を流れる気を調整でき、気の流れがスムーズになると経路がとつながる臓腑が活性化され体調が整う。やばい、スピってる人のやつだった。やめとこ、洗脳されるわ。やっぱ嘘なんだ。お灸みたいなものかな。足つぼには根拠がある。へえ、そうなんだ。タカ、クマ、ベア、ハワイル、リンパ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 、パン、あ、終わっちゃった。セブンダルマたくさんありがとう。パン、パン、やばい、ちょっと夕方寝すぎたからさ、なんかしんどいからガーって寝たいんだけどさ、寝れない絶対。やばい、パンダ、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 ダッシュボード、ド、ド、
ドーナツ、つらら、ら、ランドセル、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 やばい、セルフル攻めしてる今、ル、ル、ルビーってさ、しりとりでしか使わないよね。ルービックキューブ、ブ、ブ、ブドウ、ウ、ウ、ウシガエル、ル、あーまたルーゼメ、じゃ、ル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 ッコラ、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 ラカント、と。と、とろ、とろろ、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 世の中にロから始まることもないかも。ない。ないです。あった、ローラースルーゴ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 ーカートと扉ラ、ラばっかり、ラ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 クダ、ラ、ダンボウ、う、う、海虫、し、し、し、新幹線終わり。終わり。終わりだよ、もう。ラリルレローが、ラリルレローがむずいわ。ガイちゃんだ。そうだよ。飽きた。そう、しりとり歴結構長いからさ。あとね、一人でやっても面白くないんだよね、これ。知ってた？かといって配信でやってもね、そんな1対100みたいなことになるから、それはそれではちょっと違うわけ。わかるかな？
かんないか。そうやってやってるのを見てるのが楽しい。変な人。誰かに電話してしりとり？そのためにしり、電話すんの？おもろ。2回ぐらいは許されそうだけど、3回目から出てくれなくなりそう。悲しい。人気の金だるま。冷やしワンタン、え、まだ続いてた。まさかの、まさかの展開。お腹？なんかプッカ食べたい。プッカ、プッカわかりますか？プッカ、プッカわかりますか？あのタコみてえなお菓子。あれ大好き。でもね、私ね、健康診断で健康診断で、体の糖化が進みすぎてるって言われて、糖化っていう言葉をなんか知らなかったんだけど、あんまり。糖化しちゃった物はもう AGE、 そう AGE、 戻らない。え、動きづらく、疲れやすくなる。え、糖化が原因なのかな。糖化度が40歳の人だし、私だからこんなにすぐヘトヘトになるのかしら。だから糖化を防ぎたくて、
何が原因なんだろう。10日症状、透過してしまうと戻りません。それは一度焼いたトーストが元の白い食パンに戻らないのと同じです。だからどうしたらいいんだろう。血糖値が、AGE は元のタンパク質に戻ることができません。本来のタンパク質に戻ることができないだけではなく、排泄もままならないため、どんどんじくじくされていきます。老化の元凶です。辛くね。揚げ物や炒め物、焼き物、これらすべて AGE を含む。清涼飲料水、揚げ物、ファーストフード、アルコールなど糖質満載の食事はできるだけ避けましょう。アルコールがないとダメな人は日本酒やワインから焼酎やウイスキーなどに変えてみると良いでしょう。低 GI 食品を選ぶ。食後にウォーキングをする。体の中のタンパク質が劣化して蓄積されていく。焼く、炒める、揚げるといった高温の調理法で AGE は爆発的に増えます。どうしよう、戻らないって、助けて。怖い。投下したくないよ。でもさ、焼いたり炒めたりはそんなにしてないけど、ブーちゃん、よいしょ。 I love you ベア、ブーちゃんベア、かわいいクマ。
愛されちゃった。でしょ、体の透過を防ぎたいですね。コーラ I love you、 コーラ love you、 もちもち、ありがとうございます。クマ、中年になると透過が気になるっていうか、もう中年じゃなくけど気になってるんだよ。医者に言われたんだよ。どうしようかね。てかさ、投下してるって言われたけどさ、人より。まあ確かにお菓子大好きだし、炭水化物も大好きだけど、みんなそうじゃね？別に。みんなそうだよね。そんな、いけないことなのかな。痩せてるから問題ない。でもね、私食べても太らない、ちょっとまあ最近は分かんないけど、今まで食べても太らないタイプだったんですよ。まあ、ちょっとでも20代後半から体質が変わるっていうから、ちょっとそろそろ油断できないとは思うんですけど、食べても太らないタイプだったから、じゃあ食べたやつはどこに行ってるんだろうって考えて、それで内臓脂肪になってるんじゃないだろうかって思ったわけですよ。だるまありがとうセブだね。だけどね、内臓脂肪は全然ついてなかったよ。そう、イカ水だからかな。筋トレすべし。あれからちょこちょこちゃんとジム行ってます。
偉いでしょ。ファンクラブ更新されたと思う。はーん、されてる。かわいい。ハートありがとみんな。社会復帰できそう？社会復帰無理。かわいそう。だるまありがとう。タイトタイトありがとう。みんな社会復帰できるわけないよね。復帰したえら。あーやだよねマジ。なんかさ、人がいっぱいいるとこに行きたくないよね。会社っていう。疲れるよね。なんかちゃんとしてなきゃいけないのが疲れるよね。頑張れ。ツアーにおいで、週末。
お湯ためるか迷うな今日。風邪ひいてる時ってお湯ためた方がいいって言ってさ、ためない、シャワーで済ました方がいいって、両方いるじゃん。どっちなんだろう本当は。入った方がいいの？どうしよう。やばい、野菜ジュース飲みたい。ゴーラーミー、なんか食べたいの、甘いものない、今家に甘いもの。終わったら野菜ジュース買いに行こうかな。野菜ジュースと、でもそんな食欲ないから、プッカ絶対売ってないし、野菜ジュースでいいか。唐揚げダメ、 AGE を気にしないといけないから。揚げ物ダメ、でもね、私、なるもありがとう。一回さ、ポテトもう買わないって言ったじゃん。3ヶ月ぐらい前に。あれからマジでポテト買ってないんですよ。すごくないですか？オルネ行きましたか？行ったよ、一回。
マックは行ったけど何回か、家のポテトは食べてないです。偉いでしょ。スナック菓子はね、もともとそんな食べないんだよ。そう、チョコかな食べるのは。チョコっと。体に良くないものはうまい。そう、決まってるの昔から。そうやって、あー、インスタ更新したかったな。このゴールデンウィーク超サボってた。しょうがない。大きくなったらお空に声が届くかな。いつまででもいい正体よ。寂しくて泣いていた。ひどい役帰りにこんな時ほわかな。明日もボン晴れるかな。初めだよ、ミラバありがとう。足田もなちゃんももうなんかすごいすごいよね。もう人生の全てを知ってる感じだよね。福くんは人生を全力で楽しんでる感じだよね。いいじゃないですか。ムックは元気かしら。買い物したい。ねえ、ね、アマゾンプライム復活した。よかった。
アマプラがないとね、やっぱ世の中。TGC の時に履いたスニーカーが欲しいんだけど、絶対探してるのに全然見つかこういうやつ似てるのはいっぱいあるんだけどね。みんなに会いたいな。もう売ってないかも。確かに。真っ黒のポンプフーリー。これかな。いや、違う。リーボック？そうだよ。黒のね、かっちょいいやつ。でも多分なんか別注モデルかなんかなんだよね。普通のとこのやつじゃない。あ、これかも。え、これ？いいねしとこう。いや、若干違うな。高いでしょ。高いね。高いけど、今ナイキのやつ履いてるやつ5年ぐらい履いてるからいいかなみたいな。まるまるもりもり。5年は長持ち。そうやろ？いつの写真見てもね、これ履いてんな、みたいな感じのやつ、ないですか？最近履いてるコンバースも可愛いんだけど、重たいんだよね、ちょっと。
かスタイリストさんに聞けばいいか。よし、やめよう、もう。でね、寝れるかな今日。こんばんは。ティッシュなくなりそう。え、そうなのよ。ティッシュの消費量やばいです。明日全然早起きじゃない。大丈夫。うーん、ハード、ふー、ハード、ハードありがとう。今何も食べてないなら、でも少しは食べて寝るんだよってコメントがね。何も食べてない、でももやしは食べて寝るんだよに見えた。なんでもやし？って思った。食べたよ。ああ。ビタミン取らなきゃ、ビタミン。よしもん！ラブ、I love you、 ありがとう。私もラブ。ラブの天使。お風呂食べようかな。納豆ね。確かに。納豆いいかも。
だるま。困った困った、ただまありがとう。コロミウィーク、うキウイ、キウイがいいの。発酵食品、発酵食品ってなんだ。納豆、牛乳、牛乳は発酵してないか。うヨーグルトなぁ、食べれないなぁ、あんまり。あ、チーズね。キムチ。うんうん。納豆キムチ、キムチって乳製品だったんだ、知らなかった。ツイッターで聞こうかな。リーボックの、なんだっけ、ポンプフューリーの、
画質が。やめよ。マジごめん、今日意識がなくて。はじめだよ、ありがとう、10個。ありがとう、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 ありがとう。ありがとこんばんは。ゴールデンウィークを延長するというのはどうでしょうかっていうツイートさ、82件も返事来てるんだけど。おもろい。誕生日かしら。誕生日おめでとうみたいなぐらい来てるんですけど。みんな休みたすぎでしょ。やっぱみんな思ってることは一緒なんだね。支持率 100%。 月に移住しよう、みんなで。月、空の月だって本当は凸凹している。普通の星だよ、人が勝手にロマンチックな夢を見てるだけ。
いい歌詞だよね。面白い歌詞だよね。空の月だって本当はデコボコしている、普通の星だよ。人が勝手にロマンチックな夢を見てるだけ。二人踏切の手前ですれ違って何か感じ合った。イーロン・マスクは火星移住を考えてる。そうなんだ。火星か。タコみたいな宇宙人いるのかな、やっぷ。宇宙船でさ、飛んでさ、帰ってきたりするじゃんか。あれってどういう原理でさ、同じ場所に帰ってこれるんだろう。すごくない？飛行機みたいに操縦できるのかな。てか大気圏を最初に突破したのがすげえ。人間ってすげえ、星の外に最初に出た人怖かっただろうな。死ぬ覚悟だったよね、絶対。マジですごいなぁ。すごくない？なんか当たり前のように宇宙に行きましたみたいなニュース見てるけどさ。冷静に考えたらめちゃめちゃすごくない？だって星の外だよ。帰れる保証ないよね。どうやって大気圏を2回も突破できるんだろう。すごい、本当に。え、帰ってこなかった人もいるのかな、やっぱ、行って。え、結構いるんだ。え、そうなの？マジか。そうなんだ。いや、そうだよね、普通に考えて。どうなってるか分かんないんだもんね、実際外なんて。行って帰ってきた人ってすごいんだな。
帰ってきたらヒーローだね。宇宙飛行船失敗うわ、発射から73秒後に燃えてるやつとかもいっぱいある。怖いね。宇宙空間で発生してるのはソユーズ11号だっけ。ハートありがとう。そうなんだ。月旅行行きたいか？絶対行きたくない。やばい、思ったよりちょっと失敗してた。へこむ。見なきゃよかった。私の月の土地、誰か火星人が住んでるかもな。あ、火星人は住んでない。月人、月の生き物が住んでるかもな。つくちゃんは地球にいてね。ファンの人にそんなお願いされたの初めて。地球にいるよ。生きてれば会える。誰もありがとう。ああ、月の土地に誰か住んでるんだったら、ちょっとは役立ってるのかもな。おはよう。もう寝な、みんな。明日早いが、早いっていうか明日仕事だろ。寝な。たまには見に行っておかないと。土地の管理。確かに。
ソユーズ。取り残された人いるんだ、月に。マジ？みんな風には気をつけて。結構歴代の中でも一番きつい。もう仕事が休みの時に限った風邪ひく社畜体質だわ。だが I love you、 ありがとう、 I love you。悔しい、社畜体質。プロ意識が高い。そうだよね。ああ。安心するからか。人生そういうもんだね。おい、たん、クマ、クマ、クマ猫と書いてパンダと読む。USA、 US、 UFO、 UFO、 ありがとPM2.5、 黄砂？
判断ミス。滑りのな可愛い君のね儚い夢がきっと届きますように、君と好きな人が100年続きますように。それは花水木。空を押し上げて都合。人とよう、人とようさんってすごい名前ですよね。人とよう、いい名前だ。絶対読めないもんね、知らないと。つぼみをあげよう、庭の花見つつ。ツアー公務でパフォーマンスが一番でした。ありがとう。お客さんを楽しませるぞっていう気持ちは誰も負けないぜ。頑張ろう頑張ろう、明日から。ストーリーにゴロミの写真載せたからね。かわいい動画。ネズミ探してる。あんぎゃー、かわいすぎだろ。大好き。ゴロミの日が終わっちゃうね。つらい。スーパーゴロミで、
ランキング読む。ランキング読む。ごめんね、マジ今日ダラダラしてた。すいませんでした。心を来週ぐらいから入れ替えます。はい。高森ごろみ姫様。姫の日よ、今日は。みんな姫のことを願って寝るんだよ。幸せを。ありがとう。青いバラパープルカンパニー。ありがとう。ピエール、ありがとう。ミケちゃん、ありがとう。ターマ、ありがとう。ジョンヤ、やっと風邪治ったと思ったらそっち行ってた。ごめん。お前かー映したな。いいよ。治ってよかった。ありがとう。マグ、ありがとう。選抜おめでとう、コーラ。ツアーは18まで全部行きます。フラワーでも目立ってましたよ。ありがとうございます。ツアーよろしく。ヨシモン、ありがとう。ブーちゃん、ゴロミウィーク終わっちゃうけど、I love you はおらへんねん。好き好き。穏やかな睡眠をね、お屋敷。ありがとう。タカ、ツアー楽しみしてるね。風早く良くなりますよね。おやすみ。いつかは治るはず。はじめだよ。I love you, ありがとう、ラブ。はじめだよ。寝なくても目を閉じて休息。お大事です。確かに、言い聞かせます。ありがとう。ギフトも。埼玉のいたん、ありがとう。1位はセブン、ありがとう。はい、というわけで。私が福田はって言ったらストーリーついていってください。アニアスト福田はストーリー3度でも幸せに決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れんかやすいみんでみです。